今日はママちょっと調子悪いのでカップラーメンでお昼ご飯です。ママはまだお昼いらないってことなのでパパが先に食べちゃいます。ちなみにパパはね本当に腹時計がね正確ですのでね正確って普通なんですこれが。伸びないうちに食べてください。はい、はい、いただきます。どうぞ。ママ少し落ち着きましたのでお昼ご飯食べたいと思います。今ね何しようかなと思ってたらこんなん出てきました。玄米の食べるスープ。こちらお正月に購入しましたカルディの食品福袋の中に入ってました、ね、ちょっと忘れてたんですけどこれいいかもと思って今出してきました。2種類あるのかな。野菜に入った和風の醤油味 と五穀米を使った鶏だし塩味2つ入ってみたいですね。で中も3つずつ入ってます。いわゆるね3人家族なんでねみんなで1個ずつ食べればちょうどいいのかもしれないんですけど多分ねこういうの息子食べないからねちょっと大人向きかと思いますので私が時々食べさせてもらおうかと思います。今日はね野菜味でいきたいと思います。ちょっと開けてみたいと思います。おお、フリーズドライになってる感じですね。こんな感じ。作り方すいません今からチェックしますこれで 150ml の熱湯を注ぎよくかき混ぜてください。2分で出来上がりですってちょっとお湯を持ってきます。じゃあお湯入れます。いきます。あ、いい香り。混ぜなくてもいいのか。あ、よくかき混ぜてくださいって書いてあった。いいんですね。おー、すごい。なるほど。このねフリーズドライになってたこの玄米とかがお湯でね戻れば食べられるみたいですね。もうちょっと置いておきたいと思います。裏書きもちょっと確認したんですけど私が食べようとしてるこれ野菜スープの方一袋で27キロカロリーしかない。すごい。ダイエットでね食事を気にしてる人なんかもすごくいいかもしれないですね。もう一つの方ですら61キロカロリー。スープ類はカロリー低いですね。これ1個でご飯にするのはちょっときついかもしれないんですけど食べ過ぎたくない人なんかねこういうのいいと思います。昨日の配信からパパにご飯作りを少し手伝っていただいております。と言いますのも私がねご飯作れなくなって約10日間正直かなり苦労しました。本当ねパパがね何にも作れないっていうかそれじゃダメなんですよ。今まで私は確かに気にしてなかったんですよ。パパは作れなくても1日か2日だったらお弁当屋さんやコンビニのものを買って済ませてもいいと思ってたんで無理しなかったんですよ。なんですけどさすがにね約10日ほど、まあ、子供のインフルの確認とかあと自分の体調不良で本当にご飯が作れなくなった時にこんなに作れないとやばいなってさすがに思ったんですよ。なのでねパパにも少しずつ作ってもらおうかと思ってます。昨日の配信でもお伝えしたんですけどパパもねかつてはご飯作ってたんですよ実家で過ごしてた時はね。なんですけどやっぱり私が作るようになってもう10年だんだん作れなくなるんですよ。人ってやっぱりやってないと作れなくなっちゃうんですよね。それをね、今回、自分の失敗談としてね、感じましたので、ある程度まで作っておいてあげて、パパが最後仕上げをするっていうのも考えながら、いきなりね、全部作れっていうのは難しいと思うんですよ。なので、ある程度作ってあるから、こっからはよろしくねとか、お昼ぐらいはなんか好きなの作って食べてもいいんじゃないっていうふうに提案したんですよね。何もできないじゃまずいと思うんですよ。今日だってね、カップラーメンをお湯注いだだけじゃないですか。で、昔だったら、お湯すら沸かしたことない人でしたからね。もう2分ぐらい経ちましたかね。こんな感じ。それではいただきまーす。うん。うん、香りいいですね、これ。あ、これオクラが入ってるからかな。少し粘って。しますね。あ、でもそれが美味しい。ほんと、一人分のスープとしては、ちょうどいいですね。お野菜もね、なんかいろいろ入ってますね。オクラとか人参とか、わかめ、あと、椎茸かな。栄養バランスもすごいいいと思います。なんだってね、やっぱね、お湯入れただけ食べられるっていうのが一番いいですね。これお昼ご飯いいかも。あとね、5個もあるんで、しばらくこれで、お昼ご飯済ませようかな。いろいろね、スープ類も試してますけど、カルディさんのものは具が多いかな。いろいろとね。あと、フリーズドライになってるので、いつでも食べられるっていうところはすごくいいと思います。もう一人のね、味も後で食べてみたいと思います。ママ。はーい。今日のお夕飯何？はい、これからパパにね、お肉を焼いてもらいたいと思います。はい、もう、パパにっていう言葉を先に出します。もうね、ある程度、もうパパがね、あと焼いたりとか煮たりとかね、すればいいだけにセットしておきましたので、答えしましょう。まずは一番時間かかりそうなスープからいきたいと思います。そっちのね左側のコンロにきのこたっぷり、まあ冷凍してると思うんですけど、これに中華スープと塩コショウ入ってるんですよ。ここに、はい、お水500ぐらい足んないから、まあいや適当に入れといたんですけど、それをじゃーっと頼む。はい、それで、はい、火をつけてもらって、で火の量の調節をしてもらって、お鍋からはみ出さないようにね、あとはもう煮ておけばいいかなっていう感じです。はい、そしてサラダやっちゃおうかな。これちぎったレタスが入ってるだけで、ここにね、韓国海苔用意してあります。これを開けてもらって、中にちぎって、ぶっこむ。2、3枚一緒にちぎっても大丈夫だよ。適当に。ちなみにもっと手抜くんだったら、ちぎってあるやつも売ってるよね。うん、
あれでもいいんだけど、とりあえずこれがあったんで、これを適当にちぎって入れてもらって。全部入れちゃっていい？全部入れちゃっていいよ。むしろ足りるかなと思って。足んなかったらもう一パック出せばいいんだけど、とりあえず一パック入れてみて。はい、そしたら中に空気を含ませた状態で、こうやって持ってもらう。そう。で、はい、シェイクシェイク。そうそうそう。袋の中で混ぜる。洗い物が少なくて楽です。うん、そうそうそう。うん、それを、お皿に、ほんと、ただ、レタスちぎって、韓国海苔ちぎって、混ぜただけなんだけど、意外にシンプルなやつが良かったりするんだよね。そうそう。韓国海苔ってちょっと塩気ついてるじゃない？美味しいんだよね。うちは好きですね。これマヨネーズでもさ、足せばさ。そうそう、マヨネーズ足してもいいし、ドレッシング好きなのかけてもいいし、なんだったら、食べるラー油とかかけてもいいと思う。本当に自分の好みにできるから、私、カット野菜、ね、カットサラダっていうのよく使ってるけど、これでも全然いいと思う。ちなみに海苔の部分はね、余ったらね、息子くんのとこにいっぱいあげて。海苔ならたっぷり食べる。そりゃそうだよね。ちょっとね、息子くんのお皿だけまだね、100円均一のものなんですけど、そのうちで買う予定なんですよ。まだ決めてないだけでね。どんな感じ？ほら。感じでしょ。ね、いいでしょ。はい。ちょっと待ってね。まだ全然だね。まだ全然。多分冷凍からやってるんでね、ちょっと時間かかるかもしれない。その間にメインをやっちゃいましょうかね。はい、メインは冷蔵庫に入ってまーす。はい。どれだかわかる？これ。そう。はい。我が家でね、今最近気に入ってますね。ベイシアプレミアムの牛プルコギ。で、それを焼いてみてください。でも肉だけだね。野菜、でもサラダあるからいっか。じゃん。ね、我が家の必需品。最近パパね、大好きね。牛プルコギを焼くので、ラード。です。多分ね、いらないと思うんですけどね、パパはなぜかやりたいそうなんで、まあ任せます。肉とね、ネギしか乗ってないので、ママだったら例えばだけど、玉ねぎを一緒に炒めてみるとかさ、キャベツ一緒に炒めてみるとか、そういうのも全然ありだと思う。もやしとかね、かさ増しはいくらでもできると思います。そろそろいいと思うので、入れてみましょう。はーい。ちょうどビビって言ったし、温度になった。はい、こういうね、味付けしてあるだけの肉だったらね、パパでもできると思うんで。はいよ。3人分でむしろ少ないくらいかもしれないんだけどさ、こういうね、味付き肉、非常に助かりますね。これをね、ほんとね、焼くだけでもいいんですよ、これ。ベイシアプレミアムの牛プルコギ、あんまりボロボロにならないんだよね。結構肉肉しいっていうか。これ美味しい。辛味が欲しい人はね、辛味足してもいいんだけど、うちの場合はね、好き嫌いがあるので、自分の分よそってから辛いの足してもらうって形で。うん、ね。自分で調節してもらいます。ごめんね、っていうところが悪いんだけど、スープの火もうちょっと弱めてもいいや。どうしてきたでしょ。ちょっと弱めるぐらいでいいよ。やりすぎちゃうとさ、蒸発しちゃうんで。お、いい感じ。美味しそうだね。うん。ちょっとじゃあ、肉を様子見てもらって、次時間があったらさ、ご飯温めよっか。うん。うん。タイミングもね、なるべくパパにお話ししておいた方がいいかなと思って。最近電子レンジの使い方を思いました。パパ申し訳ないんだけど、ちょっとだけ蓋をずらしてもらって、ほんのちょっとね、蒸気の通り道を作ってもらって、温めます。あ、お肉美味しそうだね。うん。いい感じじゃない？うん。ね。あと、ちょっと赤いとこがあるから、それを、牛だからそんなに心配ないんだろうけど、やっぱり気分的に、ちゃんと焼いてもらって、はい。フライパンって真ん中が温度が高くなるから、焼けてないやつを真ん中に持ってくるといいかもよ。良さそうじゃない？生のとこある？もうちょっと、あ、いいよ。でもほんと焼くだけだから、便利だよね。うん。うん。これご飯に乗っけて、牛プルコギ丼とか。お昼にやっても全然いいと思う。いいと思っちゃうね。はい。余熱でね。いいじゃん、いいじゃん。いい感じかな。うん、いいと思う。それ寄せてください。自分の指に油が跳ねないように気をつけた方がいいよ。一回ね、熱い。これはいいよ、任せるよ。そのタレももったいないからさ、全部に寄せる。入れちゃう。うん、そこのタレにさっきのラードの美味しさがあるかもしれないよ。ああ、そうだ ね、かけない方がいい時もあるけど、これはこれでいいんじゃない。かけても自分のご飯にかけてもいいよ、食べながらさ。いいじゃん。はい、はい、オッケー。はい、じゃあ今度スープ。あ、ちょうどご飯もタイミングよくない。ね、いいじゃん、いいじゃん。このまま一回ちょっと置いときましょう。スープの方はどうですか？ちょっと混ぜ混ぜしてもらって。本当にキノコ3種類しか入ってないんだけど。あれは塩コショウとかそういう。あ、もう入れてある。入れてある。うん、入れてあるんで、あとはちょっと味見なんですけど。これにスプーンついてるから。大丈夫そう？うん、適当に入れときました。オッケー。はーい。じゃあそれを。今日はさ、キノコ3種類だからさ、味付け実はちょっと薄めなのよ。出汁出るでしょ。そんなもんですね。はい。ご飯をお願いします。はい、ああ、そんなもんでいい、そんなもんでいい。そんなもんでいい。そんなもんで十分です。はい。パパは食べられる分だけ襲ってください。あれ？思ったより少ない？ママ襲いすぎ？あ、ママが襲うときちょっともしかしたら多かった？ママがご飯を襲るじゃん。なんかもっとてんこ盛りなイメージ。余ったらじゃあそのまま蓋しといてもらえれば大丈夫よ。本日もパパありがとうございました。本日のお夕飯です。はい。ベイシアプレミアムの牛プルコギ。
あ、ちゃんと言えた。こちらはね、今パパにシャカシャカしてもらいました。レタスと韓国海苔のサラダですね。はい、こちらもキノコ3種類のスープ。中華スープの素入ってます。はい、これ何ぞやって。これはね、ママが時間がある時に作ったリンゴのケーキ。本当に簡単なんですよ。これね、卵焼き器で作ったの。だからね、オーブンとか電子レンジとかそういうもの一切使ってません。適当にやりました。はい、というわけで、はい、お待たせしました。お夕飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、こちらこそありがとう。それでは、いただきます。はい、いただきます。はい、今日もパパが頑張ってくれました。ありがとうございます。あ、ママこれ。息子くんはずっとシーザーサラダ。ね。なんだ、多分チーズでしょ。なんかチーズの味がする。ね、チーズの味が好きなんでしょ。うん。だから全然いいと思って。これをね、かけただけで生野菜食べてくれるんだったらもうね、御の字ですよ、ね。楽です。ありがたい。で、今、うちの学校給食だけじゃないと思うんですけど、生野菜基本的に出さないっていう聞いてて、学校でも生野菜食べないでしょ。ね、出ないからね。あ、はい、肉どうぞ。パパが焼いてくれたよ。いいよ、牛プルコギ、うん、好きだよね。豚も好きだけ。豚プルコギってのは売ってないんだけどさ、うん、まあ作ればいっちゃいいんだけど、うん、これ美味しい。うん、これいいんだよね。お肉硬くないしさ、すごくいいね。そうだ、まあレタスと韓国海苔しか入ってないんだけどさ、本当ならこれにだからごま油とか入れてもいいんだけど、うん、うちドレッシングをかけるので、でましてパパのはもうごま油とかいろいろ入ってるじゃん。入ってるからもういい、うん、だからそう、余計なことしない。好みってあるじゃん、うん、だから好みで好きに食べられるようにしておくっていうのがうちの基本なのよね。ただいきなり何の味も確認もしないでドーってさ、醤油とかかけたりするのアウトっていうだけだね、うん、ちょっと味を見て、そうそうそう、足んなければ自分で足す、そうそう、足りてれば自分で減らす、うん、減らすのはちょっと無理でかくでかいでかい。でもあんまり味が濃かった人が次作る時にまた考えるからさ、うん、ちょっと濃すぎたら濃すぎたり言ってもらった方がありがたい、うん、やっぱラード入れたらうまいよ。そりゃあね、体に悪いもんってうまいんだよねとうとう油だね。ちょっと油はうまいんだよね、うん、よくないの分かってるんだけどさ。タバコより悪いで。そのタバコ悪いことじゃないか。その悪いタバコを吸ってる人に言われたくないですね俺言っちゃダメだね。ダメですね全くも、うん、はい、というわけで今日はここまでです。バイバーイ。